はい、レイヤーを一つにまとめたら今度は覆い焼き、焼き込みを行います。で、まず今日はですね、この焼き込み、濃くする焼き込みから先にやりますけれども、このブラシサイズをかなり大きく、ゆとりを持って、あまり小さくちまちまと、やるのではなく大きく、やってあげるのがポイントになります。マスクとかを使ってもいいんですけれども、基本的にはこの、普通にね、大雑把にやっていくだけでも、十分楽しめると思います。大事なのはこの露光量をですね、低く、抑えておいて、少し重ねて、何回かやってあげた方が仕上がりが綺麗です。で、このように周りの部分を主に濃くしたりっていうですね、作業を行っていきます。で、主に周辺とか、空の部分を濃く、焼いていきまして、まあ、見てる人の視線を下に持っていくような、焼き込みというのを行っていきます。で、もともと明るさがありますけども、かなり濃く、青空の部分なんかは、焼き込んでいきます。で、焼き込んだ後にですね、次に、まあ、これまだ全部が終わったわけではありませんが、今度は覆い焼きも行います。で、覆い焼きを使うのは僕の場合細かいところの方が多いんですけれども、はい、拡大表示をしまして、はい、こういったハイライトの部分にしっかりとした白を出します。先ほど、せっかく、2枚の絵を重ねて階調を出してありますから、あまり白飛びさせるような極端な処理は行いません。ここでも露光量はかなり下げて、微妙な作業を行います。こういった作業を全体にやっていきまして、何をやっているかと言いますと、主にですね、こちら、全体の、まあ、写真のですね、下の方の山の方に見ている人の、視線を、持っていくため、見ている人が自然に山を見るような写真にするために、上や周りの部分を少し濃いめに、焼き込んでいます。この後もっともっと、重ねていって、濃く焼き込んでいきます。このようにですね、細かい、覆い焼き、焼き込みを繰り返します。まあ、ポイントは一回焼き込んだところは、覆い焼きで明るくしたりとか、打ち消しちゃうような処理は絶対しないということですね。これでこの画像の場合には、OK ですかね。はい、でこれでちょっと全体を見てもらいますと、かなり元々の写真の、濃度のイメージからは大きくかけ離れたものになっているんじゃないかなと思います。空にはちゃんとした白があって、しかも階調を残しています。で、空はかなり重たい感じの濃さを出していますけれども、雰囲気はね、僕は撮るときにこういったものをイメージして、撮っていました。僕がですね、ペンタブレットを使うときには、まあ、モニターがですね、面積が大きいものを使うことが多いものですから、このように直接タブレット上にこのように操作領域をですね、書いてしまって、ここに割り当ててですね、ペンモードとマウスモードを細かく切り替えて使っています。広い面積を大きく置くには、ペンモードの方が、便利ですし、細かい作業をこのように上をなぞるようにしてやるときにはマウスモードに切り替えて、作業を行っています。ここをですね、切り替えるのはこのペンの方のボタンに割り当ててありますので、簡単に作業をしながらいつでもペンモードとマウスモードが切り替えられるようにしてあります。で、もう一つなんですけれども、これはですね、使い方というよりか、このペンの持ち方なんですけれども、細かい作業をするときにですね、皆さん結構指先に力を入れて、特に筆圧がありますから、押し込まれるんですけれども、長時間やってますと指が持たなくなってきますので、長時間安定した操作を行うにはですね、むしろこの指の方ではなく、このなんていうんですかね、股の部分で、ペンを支えて、指はもう添える程度、こういった使い方の方が、細かい操作も長時間しやすくなると思います。そうですね、まあ、僕にとって写真家というのは、まあ、見たものを自分の心で感じたものを、映像に作り上げていくというものなんですけども、まあ、仕事と作品といろいろありますけれども、こういった作品を、作り上げていく、撮っていく上においては、まあ、自由な発想で楽しんで気持ちよく撮っていくというのが大事だと思うんですよね。はい、僕にとってペンタブレット、まあ、実際付き合いがかなり長いんですけれども、
その自由な作品を作り上げていくときに、その体の一体となって、一部となって、使えるツールというのがこのペンタブレットだと思うんですね。デジタルフォトを始めた当初から、かなり昔からですね、ペンタブレットを使ってますけれども、細かい作業をすればするほど、この体と一体化できるツールの自由度の高さっていうのがね、味わえると思います。